んちゃかがいるよ。こんにちは。あやっしゃ、はんちゃんさんが来てます。はんちゃかがいるよ。こんにちは。は間違えた。そうだよ、いはらはんなくんな。はんちゃん出てこれないんです、時間的に。そう、出たらパワーされる。すいません。すみません。中3から？いや、え、違うの？違う。年齢？こう、16歳になるタイミングだから、高校1年生にならないとできません。なんか、先長いですね。めっちゃ笑った。かわいそうだ。ありがとうを伝えたいと思います。じゃじゃん、何でしょう。じゃらら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 、あー、生誕祭のメッセージがこう書かれてる中はちょっと見せれないんですけど、見せれるかもだけど、まあみんなからのメッセージがこれ入ってて、ほらこれは、ここは見せれる。じゃーん、写真がいっぱい貼ってあってすごくないですか。これもらったんです、アルバム。こんな風にもらえるんだと思って、ただの紙切れかと思った。ただのこのメッセージだけをこうもらえるのかと思ったら、ね、そう、うん、こんなアルバムを可愛く作ってくれて、しかもこの写真めっちゃ好きなんですよ私。あの、誕生日ありがとうございますのお誕生日の時のツイッターもこの写真使ったの。可愛くない、この写真。可愛い、めっちゃ漏れてる。めっちゃ漏れてるよね。写真のセンスいいわ、はい。さっきちなみにハンちゃんもいますって言ってました。います。どこだっけ、それか。もう一個いたよね。いた。どこだっけ。ここです。ここにハンちゃんもいます。いっぱいいて。ありがとうございます。みんなのメッセージカード全部読みました。すごく嬉しかったです。しかもね、まさかのまさかの、うん、まさかのゆうなさんも書いてくださってて、ちょっと直接言えてなくて、まだなのでいつか言いたいんですけど、ゆうなさんも書いて、一番後ろにもあったんだけど、え、知らなかった。え、待って、え、待って、いるんじゃね、ここにいる。一番後ろにも写真があった。気づかなかった。気づかなかった。え、待って、世界水泳とか。え、これ嫌なんだよね、顔。え、懐かしい、これ。よかったね。すごい、後ろまでちょっとあるんだ。全然気づかなかった。嬉しい、後ろもあったんだけど。あ、ごめん。ありがとう。ゆうなさんからも、入ってたり、ざわちゃんとかもがねとかえぐっちゃんとか、あと古川さん、吉川さん、古川さんも書いてくれてて、写真もね、とかすごくいっぱい書いてくれて、みんな嬉しいです。ありがとうございますね、本当に。可愛いジャンプ、それな、嬉しいです、ありがとうございます。これ読んだ時は、あの、これもらった時はですね、あの、すごい私が爆睡しててソファーで、でスタッフさんからもらったんです、この袋で、 ありがとうございますって言って、またそのまま水に寝ちゃって起きた時に読んだんで、ちょっとまだちょっと中身読んだけど曖昧なので、また読みたいと思います。ありがとう。以上です。ワンレベル上がった、上げんな。赤ちゃんは巻き屋敷って大丈夫？ダメ。グリーンランドのお化け屋敷にユーナと二人で行ったんですけど、入れなくて、入り口から二人でずっと止まってて、入り口で
入れなくて怖くて、怖い、そう、2人で怖くて入れなくて、なんかグリーンランドの化け屋敷って本当に都市伝説があるみたいで、うん、そうだから本当にそれ聞いたの、リンク入る前に、うん、で嫌で怖くて入れなかったら、後ろから4人ぐらいの女の子が来て、前回も多分年下かな女の子が来て、その子たちと一緒に行ったけど、結局うちらが前で後ろ4人でこう来てたんだけど、うん、すいません、後ろの4人がなんか止まっちゃって、1人の子が、うん、リンクが結局ファーって先に2人で行っちゃって、うん、後ろの4人の子を置いて行っちゃって、怖かったなんか見つけるやつなんで、なんか何かを見つけようみたいな、全然見つけられなかった。ユナが全部見つけてくれたすごい、そうそうそう、うん、13日ここで呼んでくれてありがとう、ありがとうございます、こちらこそ、ちゃんとね声は呼んでるので、みんな名前をね、はんちゃんね、はんちゃんもヨッシーさんって言ってたんですよ、言ってたよ、みんな声が大きいからね、めっちゃ聞こえないかもだけど、みんな言ってるので安心してください。今日公園行ってポンポンもあれじゃん、 あの人だ、かわいい子だ、かわいい子だって言って、めっちゃ、え、すごい、手作りも思った、見た、めっちゃかわいいと思った、それな、すごい、めっちゃいいや、リボン一緒に踊ろうよ、リボンなんでセンターでお願いします。あ、そうです。センターで踊ってください。で、ちっちゃいからちょっと。あ、そうだ。今日はゴールすごくなかった。めっちゃでかかった。めっちゃでかかった。わあ、めっちゃ壇上上がった。上がんな、壇上12位上がんな。お休み6期生が大活躍だったね、うん、ほんとそう、ヒーローちゃんが大活躍すぎるね、マジヒーロー、疲れめっちゃコールした、ありがとう、ロクさんね、いつもマスクがすごいね、うん、マスクのデザインが豊富で、ね、1周年おめでとうとかね、ほんまや12位にいるって書いてある、次は大きいポンポンで、うん、来て、次は大きいパンパン、めっちゃ可愛かったね、本当に、私ちょっとハプニングがあったのでお話ししますね、うん、最初のなんていう名前だっけ、青い月が、あ、青い月が見てるからの時にダーリンダーリンって言って、こうやって始まった瞬間に右足の靴のこう止めてる部分がパッカーンって開いちゃって、バカバカになっちゃったんですよね、もういつでも脱げる状態で、やばいと思って全然右足上げれなかったんで、あのダンスちっちゃいって思った方はすいませんあの右足の足がちょっと靴取れそうでした、それをハンちゃんに感想の時言ってました靴が、そうそうそう、靴が、でも感想のここあるじゃないですか、でここじゃん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 のとこあるじゃないですか、その前に座ってこう拍手してるんですけど、あそこで直しました、直ったかなと思って、あれ難しいよね、今日くるみさんも靴脱げてた、うん、でいつもくるみさん靴脱げてるんだけど、リンカが出るときマジブカブカなのかな、わかんないよ、でも取りやすいの、そうじゃん、渋田さんお誕生日じゃん、おめでとう、私いいにしたんですよ、お誕生日だから、私に関係ないの全然、うん、ツイートね、その人のツイート、私全然関係なくてマリアさんのこと書いてたんだけど、お誕生日だからいいにしてたひなの見送りの時私と分かってました、分かってたよ、コテもパズドラも行くよだって、よく行くよだって、おお、ありがとうね、今度お見送り行こうよ、ありがとう、ポンポン持ってきてねポンポン必須です、必須です、
あー、ありがとうございます、大丸マジロさん。今日見ました、ありがとう。紹介してくれたから、福田音声さんが。本当に。新幹線で書いたお手紙も出したから、ありがとう。はんちゃん、お見送り声聞こえてるだって。え、やったー。よし、はんちゃんさんが。イエーイ。よし。待って、ずっとさ、くしゃみ出そうなんだけど。マジ。くしゃみ出そうで、ダメダメになっちゃう。出そうで、ダメダメ、一番きつい。やっと会えたね。やっと会えたね。キュンキュン。りんかちゃんの出るここで一番好きなんよ。ありがとう。なんかありますか、お話。あ、なんかめっちゃカタカタになってくれてます。なんだっけ、今日めっちゃ面白かったな。あのユニット私たち出ないから、であのユニット RKMC も出なかったから2人で、だからあのずっと待ってたんですね、待ち時間長くて。でその時に遊びで私がハンちゃんの肩をこうやって叩いてたってこうやってかね肩叩いてたんですよ、うん、そしたらそのリズムに乗ってなんかうんってなんか手伝って、それを動画撮ろうと思ったんですけど、なんかそれがなんかできなくなったのに。あれちょっとちゃうな。ちょっと説明下手なんですけど、なんかマジおもろかったんです、その時は。マジおもろかった。顔が面白くて。です。はい。ということで、読みます、コメント。はんちゃんってここでの時大人っぽいよね、だって。本当になんでだろう。本当は自覚してるんだ、大人っぽいって。いやじゃあ なんでだろうね、はてな。ちょ聞いてる、なんでだろうね、はてな。うん、その反応はアルマジロさんに失礼します。だって今日は指ハートしたやん。一昨日のここ店昼公演前列2列目でリンクちゃん見れて、かゆくて心臓どうかなった、どうかなった、どうかなったもん。はんちゃん最近よくメンバーの家にお泊まりしてる気がする。いや、そんなしてない。ないよね、リンカの家だよね。うん、落ちて新幹線で書いてお手紙満たしたからまた読んでね。うん、読んだ気まずい、気まずい。ちょっとリンカちゃんが、あ、リンカちゃん席が後ろの方でも絶対見つけてくれるからって言った。イエーイ、メイが、表情とかかっこよくて大人っぽいと思った、だって。え、できるよ。あ、違う、なんだっけ、なんだっけ、これだっけ。なんだっけ。元先生、レインボーさん、ありがとうございます。毎度かんちゃん、手だけ出るのおもろい、だって。ネイルかわいい。はぁはぁはぁさんとマリアさんに。かんちゃん、夏休みの宿題進んでる？リンリンリン館とかに協力してもらって、うん、英語と数学は終わった、なんとか終わった。それ以外まだ。おお、いい、頑張れ。うん、ジョネさんのリンクちゃん好き、ありがとう。やばい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 、鼻水が垂れてきちゃう。うん、昨日
日の公園でもハンちゃんのドリンク飲みましたと伝えてくださいだって。ありがとうございます。伝えてくださいって言ったら伝えました今。ティッシュここにあったわ。いらないわ。そう、最近自分のドリンク飲んだのやで。飲みたい。うん、 M サイズがいい。 M サイズ、この最近覚えましたSML の大きさ。日曜日公園行って好きになりすぎて困ってるんだけど、どうしたらいいだって。うん、私も大好き。リンカちゃんは誰に手伝ってもらって課題片付けない。誰にも手伝ってもらってない。すごい。自力で頑張ってるけど。尊敬。早めに終わらせないとやばいです。テストあるんで。今19日で持ってくリンカちゃんのやつくださいありがとう。でリンカの次いつ決まってない？17。あ、ここでもない。17パジャドラ一緒じゃない。え、パジャドラ出ないの？出ない。なんでやねん。なんでやねん。19一緒だね。カズドラ？うん。ハンちゃんに今日ハンちゃんの名前呼ぶの忘れた、ごめんだって。マー君がいつだろう。お見送りやね。自己紹介無視。え？いつだ？ハンちゃん。え？言っていてるんだけど。ハンの人の声いけるやん。あんちゃん、あんちゃんが一番可愛いよ。恥ずかしい。無理。すごい。いけるやん。なんか100年先でものさ、あれ面白い。タタタタタタ。タイガーファイヤー。なんてちょっと。どこだっけあれ。あれめっちゃ好きなんだけど、なんて言ってるかわかんない。ダダ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 ダ。公園用のリンクちゃんのメイク大好き。公園用っていうか普段からこれです。これです。これです。公園用、普段からこんなメイク濃いんです私。めっちゃマジで綺麗。ありがとうございます。いいよ。普段からあのこのメイクです。変わりません全く。あの公園だから濃くしようとかラメラメにしようとか思った。あ、でもこのまぶたの上に乗ってるラメはちょっと違うかも。うん、いつもこんなんじゃない。マネしたいってあなた男の子ですよね。腰光り、でもいいじゃん。左だって。違うよ、絶対性違うよ。腰光り、日の光、さらばにか。あはははは。絶対違うから。たらばがに。なんて言った？もうやめて。もうかまんで。もう星光、日の光、タラバガニ、ズワイガニ。え、マジで、うん、え、そうやって言ってんの？そのこと。なんで？今度星光、日の光、タラバニ、タラバガニ、ズワイガニ。
ってるの。待って、今度ここで読んでる時さ、めっちゃ聞いとこう。意識してよ。でもめっちゃ笑っちゃった。コシヒカリ、ヒノヒカリ、サラバガニ、ゾウアイガニ。2、3個目がよくさ、笑えずに言えるね、それ。ね、笑っちゃうんだけど。コシヒカリ、ヒノヒカリ、サラバガニ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 、ゾウアイガニ。タラタン。マジおもろい、もう笑かさんね。最初やってくるなんかコシヒカリって言ってた。マジで、うん、なんでコシヒカリなの。こうやって正面でするな、ステージね、ここ、うん、なんかそれはコシヒカリなの。違う、どういうこと。こう押しながら言ってたってこと。あ、そういうこと。なんでコシヒカリなんですか。ご飯シノヒカリか、うん、コシヒカリか。コシヒカリ、ヒノヒカリ、タラバガニ、ズワイガニ。タラバガニだっけ、うん、タラバガニ、タバ、タラバ、タラバ、タラバ。それクッションはニトリのダイソー。ニトリよりもめっちゃ安いです、ダイソー。ニトリと思った。ダイソーで多分、知らない。なんか気の気を。ニトリかも。いや、多分ダイソーです。ここにも今座ってるのネズミ色もある。それなんだっけ、なんか100年先だもん、ね、最初のとこ。ダンダンダン、マンマンマン、マンマンマン、ダンダンダン、せーの、コシヒカリ、ヒノヒカリ、タラバガニ、ズワイガニ、ジャン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 。なんで？おかしいでしょ。タイガー、ファイヤーだったよね、絶対。タイガー、ファイヤー。それでしょ、普通リズム。普通だったら。バカなんだよ。おもろ。え？タイガー、ファイヤー。私見てるだけなのにファンレベル2に上がっちゃった。なんだよね。リリンリンカちゃんのペンライトの色何色ですか。紫、黄色、緑、黄緑です。なんでもいいです、とりあえず。うん、それは公園のポジション全部で何個覚えてるの。全部でここ点で1個、パジャドラ3個、4、3個、うん、あやんか、ユニットだけとかじゃなくて、うん、テンスの尻尾のとこと、パジャドラと、ジャン、私も4個、うん、ここ点、目撃者、パジャドラ、ジャン、台風の影響でこっちセブンとかどうする。え、24時間営業じゃないんだ、そういう台風の。ママも言ってた、え、閉まってるって。パピーも言ってた。この ミックス多分ななかちゃんわかるよ、ね、なんでなんでなんで、ね、ミックスってなんか腰しかいマジ意味わかんないんだけど。うん、初めて聞いた。うん、見えてたよ、ゆいちゃん。見えてた。マクドも閉まってたって。マック？マジで？もう開いてるか。だってこっち台風じゃないや。え、でも雨は降ってる。雨だけでさ。雨や風に。なんか今日花火あったよね。あった。なんかね、あの福岡タワーのちょっとこ横。ぐらいでね、聞こえたもんね。黄色の鳥。なんか赤色の。
でも空が赤色にバーンって光ってた、うん、ドーンで、なんか あの花火かなと思って雷かと思ったの、ね、調べても何も出てこなかったから何の花火か分かんなかった。祭り分かんない知らない。開いた瞬間星光聞こえてきた、うん、星光日の光タラバガニズワイガニドゥバイストワイスに続くね。めっちゃいいから聞いてて、うん、星光日の光タラバガニズワイガニ、あもう一個いるわ、ズワイガニイセエビなんかちょっと違うの、語呂が合わない。コシヒカリ、ヒノヒカリ、タラバガニ、ズワイガニ、 HKT イコールズワイバズバイガニとか調べたら出てくる。コシヒカリで調べてよ。 KT イコールニハイゲッチョ、あ、待って、ニハイゲッチョコシヒカリ、ヒノヒカリ、タラバガニ、ズワイガニだって。なんで面白いの？何どういうこと？これ？うん。コールミックス一覧って書いてある。どういうことこれ？ちょっとよくわかんない。ね、出てこない。あ、これだ。あ、HKT 初期のコールだって。これなんかいろいろある。どれだろう？ミックスある。スペイン。かわいい。あ、分かんない。へえ。そんなには載ってません。ツイッターはエゴさせてくださいって書いてある。なんか練習しとくか。え、今度めっちゃ聞いてみよう。ね。え、これってここ点だけですかやってるの？思った。トイレッチ？やってるんじゃない？意外と聞いてないだけで。え、そっか。あんま。カズドラやってない。うん。カズドラって言ったね。タイガーファイヤーっていうとこあるっけ？パジャマドライブないか。ない。で。でで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 。無言だよみんな。タイガー。ないやろ何があるカズドラでマーメイドでしてました。だってマーメイド、ここ無言だよね。でやってみよう。タタ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 。わかりません。目撃者でもやってるって。ポップスターだって。ポップスター。あ、わかったわかった。あ、出た。夢の中で私だけのためにだーよし行くぞだー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 それだ。夏が近づく、渚にの後だって。渚にドミノタ夏が近づく渚にタラバガニコシヒカリコシヒカリ夏が近づく渚にコシヒカリドミノタ虫の波たちコシヒカリ光やろ。すいません怒られた。あの2杯切っちゃってこっちは。なぜ近づく渚に二杯ぎっちょ呼ばれてほしい。ドミノ倒しの波たち二杯ぎっちょ。それこそ、え、じゃあでもここはないと思う。基本 A メロだ。ここに書いてた、うん、はじめましてだし、あ、違うよ、初見やろ
ラちゃんです。レイババは。え、そう。ハンちゃんお見送りでミストリングつけてたよだって。ありがとうございます。今生クレンチフルーラ食べたい。え、ずっと言われるんだけどファンの人が食べて食べたわって。え、食べたい。なんかあのミスドの。やった。受けたし。え、ユイの？違うやろ。おでこ出してて可愛いし。ありがとうございます。ありがとう。あ、クロちゃんさん、あのわわわわっていう振りありますよ。ジャックハーわわわわ。え、ここなんだ。わわわわだよ。リハブインのね、あの練習の時にね、はい、一斉のはい、わわわわってみんなでやってた。はい、クロちゃんですってやってたもん。え、楽しそう。9月の頭までだって。え、やばいやばい、急がないとやばい。うん、しんどい。おうちリチちゃんと読むしか。リチちゃんはあなたの彼女じゃないですか。そうです。おうちリンカです。ユイナ来た。え、なんだフラペチーノ飲んだ。スイカ、はい、え、でもなんかフラペチーノ飲んだろ。あんま飲みたくない。なんかコメントみたいなツイッターのね見たら、あのスイカバーみたいな感じで、うん、下はキウイがもちもちらしい。もちもちなの、うん、え、おいしそう。ちょっと飲みたくなった。うん、キウイもちもちってちょっとキウイ、キウイだね。なんでスイカでしょ。え、でもキウイらしいよ下。なんでなんだけど、なんでスイカとキウイなの。なんで、確かに、でも緑だ。桃は食べた。桃だーし。いちご飲んでみたい。桃、I love you。I love 桃。なんか桃めっちゃ美味しかった。メロンも飲んだ。うちも。昨日スタバ飲みました。抹茶フラペチーノのトール飲みました。うん、飲んでたね。じゃあマンゴーフラペチーノ。をもらいました、はるちゃんから。ありがとう。ラブチューニー。ふんかちゃん、家にはるちゃん来るの何回目。何回目だっけ。一番最初にいつだっけ。お泊まり、みんなでコップとかとした時。あ、4人でね、5人でね。で、その次が、あ、4人かに始まる。あ、で、その後ペッパーランチが2回目。焼き肉の後は2回目だよ。くしゃみでしょ。じゃあ初めて今日あの写真撮ったよ。みんなでサイズ行った時で、あ、そうだ。で、2回目が焼き肉、4枚目はで、5回目これこの元やん、多分、うん、6回目ぐらい来てんじゃん、うん、来てる、来
てるけど、なんか長いから期間はいっぱい止まってる気がする。あ、それもあるかも。怖い。ありがとうございます。僕はいつ泊まりに行ったの？いいですよ、いつでも。髪めっちゃ綺麗、ケアの秘訣教えて。ケア全然髪綺麗じゃないんですけど。全然めっちゃ引っかかるよ、髪のケア何もしない。たまーに気が向いたらフィーノっていうお風呂でやるヘアマスク、洗い流すヘアマスクみたいな、洗い流すトリートメントのやつがあるんだけど、これ、あ、これが本物。聞かないでもらっていいですか。いいのするだけで他は何もやってないです。昆布みたいで綺麗だしんよ。だってありがとうございます。昆布知らんの？昆布知らないの？海藻だよ、海藻。黒のやつ。今日わかめスープ飲んだ。お腹空いたらまた味噌汁あるから。残りの本当にうまい。私がお腹空いたっていうから味噌汁を作ってあげました。カレンレンとエグちゃんとね。ごめんね。髪は短い方が好き。どっちも好き。男性の髪型は短い方が好きです。ほとんど短い。ほとんど短いよね。あんまロングの人いない。私、女性はどっちでもいい。別に、いや、その人に似合ってた、まあ、男性もその人に似合ってたら別にいいんだけど。料理できるのすごい。全然ですよ。めっちゃ美味しい、本当に絶品。全然です。裸みたいんだけど今めっちゃ。取れる。待って、もうこの時もやばくない？やばい。早い。もう飲まないで。ガチャガチャの森イオンモール鹿児島にはガチャガチャ1220台あるんで。じゃあ絶対ガチャガチャリングあるね。うん。一緒にいるのはハンちゃんだけです。前髪邪魔ですぐ切れたくなるの。私は前髪邪魔だと思うから作ってない。でも作ったもかわいい。そう作れるよ。ここ店の中で一番好きな衣装何？百年先でもの衣装、白い。おお。最後の衣装もかわいいんだけど、柄かわいいよ。私今日初めてはピンクだった。初めてピンクだった。初めてはピンクでした。え、似合う。めっちゃ似合うよ。かわいい。かわいい。本当に言ってる？なんか信じられないんだけど。なんでだよ。本当だよ、本当に。なんか束になりすぎてて分かんない。どう？え、普通にさ、可愛くない？本当？絶対こっちも可愛くない？ちょっと上手くない？上手い。可愛い。前髪作るの上手。なんかカレンレみたいな感じ、前髪。そんな薄さがめっちゃいい。薄すぎ。目にめっちゃ入る。目にめっちゃ入って痛いんだけど、髪の毛。イクヨちゃんに似てるって言われる、みんなに。マジ？私リチャキに似てるって。なんかよくハッシュタグイハラハラでやるとリチャキが出てくる。コンサートの時とかなんかよくミナちゃんとかと間違えるミナ。それはそう。ミナちゃん前いぶきさんの写真なのにハッシュタグイハラハラになったこともある。私写ってないのよ。やば。前髪大好き。
愛いもん。私髪の毛大好きだからさ、セットするの大好きやん。男の子みたいじゃない、めっちゃパッツンも似合う、本当に。なんかぶっさくだわ、マジ。どこが、この前髪作るとめっちゃぶっさく、男の子みたいになる。あ、待って、うまい、これでアイロンしたら可愛い。なんかおでこが強調されてハゲみたいな人、やめてもらって、ハゲさんみたいな。ほら、少年みたいって言われてる。すごいね、かわいいよ。なんか昭和の街道に前髪作って公演してみない、だって。できないんです。まさか帰れないんです。帰れないんです。壁車帰る前にね、前髪切ることはできるんですけど。来年はどうかな。来年に期待をしてください。なんかちょいご期待みたいな、超ご期待みたいな、あれじゃない。なんか公演の発表とかあるし、なんか、なんちゃらご期待みたいな、今日ご期待、超ご期待、某ご期待あるじゃん、この前の後にさ。まあ、なんだっけ、これなんて読むんだっけ。これだよね、ハンジさんが言いたいの。早う動きたいみたいな。あ、そう、あ、ないわ、うん、そうそうそう、早う動きたい。だって前髪めっちゃ綺麗に作りたい、ずっと諦めてる。シャージこう動きたいだって。こう？こう動きたい。あ、そうだ、そうだ。やった。ありがとう。あやう動きたいってかと思ってた、ずっと。あやう動きたいを。前髪を作りたいと思います。私の前髪ありになったら、みんな、褒めてくれますか。かわいいよーって。リカがちゃんかわいいよ。リカがちゃんかわいいよ。リカしてるよって言われた今日。面白かった。半分ハゲ。これさ、前髪さ、目にかかったら痛くないの。切る。そうか、巻く。めっちゃ痛いんだけど。エクステつけとして、エクステつけたい。何やさ、高校、高校だからさ、高校行ってるからつけれないんですよね。高校の、高校は別につけていいんだけど、エクステつけていいが、高校卒業するまで何もできないから。あ、こうはどう、流す。え、そっち可愛くない。え、全然可愛い。え、これでさ、出たらめっちゃ良くない、このさ、分けるので。じゃあ、あれするわ、昇格して髪、ヘアラインズできたらこれに巻いたらどう。どう、え、こう、え、こう、ちぃピン止めたらよくない。こうやってしたらほら、ちょっと前髪できた。ええやん、ええやん。幼くなるんです、私、前髪作ると。ええやん、ええやん。適当やろ、そうすぎんな。でもさ、前髪なしでも似合うけど。髪ロング見たいね。見たい。え、いつから。私ロングの写真あるよ多分。まずいつからロングの。いつから。いつまでロングだった。中2の10月ぐらいに切ったから。じゃあ結構前だね。オーディション来てる時はもうこのくらい。
隣のおじさん、おじさんじゃないよ、あんちゃんだよ、あんちゃんだよ。写真あるよ、ちっちゃい頃の写真あります。何時までしているのでしょうか。11時、あともうちょっと、一瞬だった。一人でやってる時ってこれよりももうちょっと長く感じるのね、うん、だけどやっぱお話ししてる人が横にも こっちにもいるから忙しい。甘い紙マリオあるよ、見たことある。あ、見たことある。え、かわいい。めっちゃちっちゃい頃、さっきの前髪やると全然だけど。マジで、だから幼くなるんよ顔が、ね、うーん、ちっちゃい頃のやつしかない。これも髪の毛長いって言ってもね、そんな長くない。あとは卒業式の写真とか。え、かわいい、かわいいよ。この時からもう前髪ないもんね。あ、そっからもう後ろ姿とか、これもう髪の毛ない。今の1時間だけでパネルで3上がったんだけど。マジで。あ、子供の日のツイートへのスプダネル。そう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 、子供ね、すいません、子供の日のツイートしてるんで、私のツイート遡ったらわかると思います。あ、これならあげていいかも。ほら、後ろ姿あげ、うん、え、かわいい。待って、正面のやつなかったっけ。あった、めっちゃ幼いんですけど、これなら別にユニバなんですけど、見えないね、なんか反射で全く。こんな感じしたら見える。これツインテールしてます。これ多分ね、6年生かな、6年生か11かな、うん、とかめっちゃ幼いの顔が。超幼い、かわいい。6年生じゃない、中1だ。おお、うち、わっ、ありがとうございます、ロニーボーイさん。なんかカクテルみたいな、ありがとうございます。これはあんま載せたことないんじゃないか、見えないけどね顔が。あ、これだね、これ目つきやばい。あ、それそれ、おんまゆ。これとか、今日髪の毛なんかちょっと見えちゃった、子供たち。 iPhone が懐かしい、そうだよ、 iPhone やばい、 iPhone めっちゃ懐かしいやつ。私はこの裏にヤクルトやってる。本当だ、見えないけど、お友達とも。え、かわいい、めっちゃかわいいやろ、超もらってるやろ、これ見せた。いつもマリアさんがね、うん、ここ大好き、トロ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 好き、二の腕パンパンなんだけど見てほら、あんちゃんの二の腕ちょうだい。あパン確定。じゃあ、なんでやねん、入らない、手首しか、手首しよう。白、黒いから、私白い、嘘だよ、ハンちゃん。え、ハンちゃん、ハンちゃん白くなったよね、うん、初期よりも、初期よりもめっちゃね。でもカレーメンに今日黒いってたから、あ、カレーメンダメだよカレーメンも黒いし。あ、レインボースありがとうございます。じゃあそろそろ誕生日したいと思います。はい、いきます。13位うちさん、ありがとうございます。12位ゆいちゃん、ありがとうございます。11位チェンさん、ありがとうございます。10位ビーバーさん、ありがとうございます。9位ヒロさん、ありがとうございます。8位カサさん、ありがとうございます。7位ソシさん、ありがとうございます。6位カレンにひなたを語る主人になりたくてさん、ありがとうございます。5位 T さん、ありがとうございます。4位アリさん、ありがとうございます。
はい、金子さんありがとうございます。2位福田音声さんありがとうございます。1位ロンリーボイスさんありがとうございます。タラバガニ、ズワイガニ、うわー、なんだっけ最初、なんちゃらこんちゃらみたいな、なんて言うの、思い出せない、チャッチーポンピーみたいな、スケダベンゾー、はーい、まあいいや、あと5分でもう盆終わりだ、今日でピエン、ピエンコやってた。ピエン。はい。ということでちょっとまあ早いんですけど、ちょっとだけ終わりたいと思います。バイバーイ。ありがとう。はんちゃんでした。バイバーイ。光。